遠くなった。今のは1000メートル以上先で鳴ったんだ。どうしてそんなことわかるの？ピカッと光った時から音が聞こえてくるまでの時間を測ればいいんだよ。1、2、3、4、5。音の速さは1秒間に330メートルだから5秒で、今度は1650メートル先で鳴ったってことさ。へぇ。あ、待てよ。光の分は足さなくていいのかな。光の分？うん。音が聞こえるまで時間がかかるんなら、光が見えるまでの時間だってかかるはずだろ。そうね。光の速さを測ればいいんだよな。光の速さなんて測れるのかしら。測れるだろ。多分。よし、ミームに聞いてみよう。こんにちは、ミーム。すごい雷だったけど、もう遠くへ行っちゃったみたいね。じゃあ、光の速さについてのお話よ。ドーン。ずいぶん昔から知られていたのよ。例えば紀元前3世紀頃のギリシャでは、すでに光が直進することや鏡で反射された時の規則を見つけているし、光が屈折することも知っていたのよ。そして有名な哲学者アリストテレスは、光の速度は無限大だと考えたの。速度が無限大ってどういうこと？ものすごく速くて、全く時間をかけずに瞬間的に伝わるってことよ。どうなの？少しは時間がかかるんじゃないかって思ったんだけど。ねえミーム、無限大っていうのは実際に測って分かったことなの？そこが大切なところね。残念ながら古代ギリシャ人には光の速さを測ることはできなかったわ。やがて今から900年ほど前、アビケンナというイスラムの科学者が、光の速度は速いけれど限りがあると言い出したの。でもそれを確かめることはできなかったようね。そうだろうな。光の速さを測る方法なんて見当もつかないよ。その方法を最初に考え出した人が、あのガリレオよ。ガリレオ？あの地動説を唱えたガリレオ・ガリレイ？そうよ。ガリレオの書いた本にはこんな対話が載せられているわ。お尋ねします。光は瞬間的に伝わるものですか、それとも時間がかかるものですか？もちろん光は瞬間的に伝わるのだ。我々の毎日の経験がそれを示しておる。その経験とはどういうことですか？遠くで大砲が撃たれた時の様子をご存知かな。すべての光はこのように瞬間的に伝わるものなんだよ。それでは音が光より遅く伝わるということしか証明できませんな。何？私は光の速度が瞬間的ではないと確信しております。そしてそれを正確に試す工夫をしてみました。まず遠く離れた2点間の距離を正確に測っておき、その片方にわしの助手を立たせた。わしがこうやって光の合図を送ると、向こうの助手も同じように合図を送り返してくる。光が行って帰るまでの時間を測れば、あとは計算によって光の速度を求めることができる。よいかな？はい。1、2の3。はい。どうじゃ、測れたか？それが、よし、もう一度。1、2の3。決まった。いや、バカバカ。まるで運動神経のテストね。あんな方法じゃ測れっこないよ。確かにガリレオの実験は失敗ね。でも考え方は正しいのよ。そうだね。実験方法を考えついただけでも素晴らしいことだね。そうよ。
ところがその40年後、全くの偶然から光の速度を測ってしまった人がいたの。偶然で？しかも皮肉なことに、そのきっかけはガリレオが発見した木星の衛星を観測した結果だったの。ガリレオが知ったらさぞ悔しがったでしょうね。この人が世界で初めて光の速度を測った人、オーレ・レーマーよ。レーマーは木星の周りを回るガリレオ衛星のうち、一番内側のイオが木星本体に隠されて見えなくなる現象を観察していたの。これは食と呼ばれ、正確な時計のように決まった間隔で起こる現象よ。イオは42時間30分で木星を一回りしています。だから食も42時間30分ごとに起こるはずなのですが、おかしなことにだんだんずれてくるんです。最大のずれは22分、つまり1320秒にも達するのです。この事実はレーマー以外の学者も気がついていたの。でもそれがなぜ起こるのか誰も説明できなかったの。これは僕の直感なんですが、そのズレは木星と地球が一番近い時に光が地球へやってくる時間と、一番遠い時にかかる時間との差ではないかと思うんです。つまり地球の公転軌道の直径を光が進むのには1320秒かかるということです。この当時その直径は2億7700万キロメートルと言われたから、それを1320秒で割ると、答えは秒速21万キロメートル。21万キロメートル？ただし測定した数字は今ほど正確なものじゃないわよ。じゃあその答えも違ってるんだ。だいぶね。でも光の速さが測定可能なことを証明しただけでもすごい発見じゃない？そうよ。でもレーマンの説はごく一部の学者にしか認められなかったの。え、どうして？ガリレオの方法と比べたらずっと納得がいくと思うけどな。地上実験で、しかもその場ですぐ結果が得られるような方法が必要だというわけよ。そんな方法あるのかしら？なんか機械を発明しなくちゃ、またガリレオみたいに失敗しちゃうと思うな。その装置が作られたのは、レーマンの測定から200年近く経った1849年よ。フランスのアルマン・ヒッポリ・フィゾーという人が、歯車の回転を利用して光の速度を測ったの。この装置は光源の前に置いた歯車の歯と歯の間を通り抜けた光がおよそ 8.5 キロ先の平面鏡で反射されて戻ってくるまでの時間を測ろうというものです。光のミーム。まず歯車が止まっている時を考えてね。オッケー。それ光源から出た光は歯車の歯と歯の隙間を通り抜け、そして 8.5 キロ先の鏡で反射されて再び同じ隙間に戻ってくる。今度は歯車が回っている場合よ。しかし光の速度はうんと速いので、回転速度が遅いと止まっている時と同じように出ていった元の隙間に戻ってくる。まだ見えてるよ。そして回転速度が上がると、あ、見えなくなったぞ。どれどれ。本当だ、面白い。そしてさらに回転速度が速くなると、戻ってきた光は出ていった隙間の次の隙間に入っていくことになる。どこどこ。わあ、本当だ。この状態の時に歯車の隙間が何分の1秒で移動しているかを計算すると、それは光が往復17キロメートルにかかる時間ってことになるでしょ。そうだね。歯車の波数と回転数から割り出した数字は約1万8000分の1秒。あとは光が往復した距離17キロメートルをその時間で割ってやればいいってわけ。その答えは秒速約31万キロメートル。秒速31万キロ？そう。その後、フーコーという人がもっと精度の高い装置で測った速度が秒速29万8000キロメートル。へえ。
1882年にはアメリカのマイケルソンがより正確な測定をして秒速299,853km と発表したわ。マイケルソンはその後さらに正確な測定値として秒速299,798km と、あ、どうしたの二人とも。ああ、数字が大きすぎて実感湧かないんだよね。そういえばそうかもしれないわね。困った。つまり光速は秒速約30万km。まずこの数字をよく覚えておいてね。光速は秒速30万km だね。わかった。じゃあここらで少し速さ比べをしてみるわね。人間が全力で走った時のスピードは秒速約10m。動物のうちで最も速く走れるというチーターの場合は秒速約30m。新幹線の最高速度は秒速約60m。大型ジェット旅客機が秒速約250m。人工衛星になるためのスピードは秒速約8km。そして月へ向かうロケットが地球の引力圏を脱出するためのスピードが秒速約11km。そのロケットが月へ到着するまでには約72時間もかかるけど、光ならたった1秒とちょっとよ。月まで1秒ちょっと。そうよ。秒速30万キロメートルというのは桁外れに速いスピードってことね。例えば光が地球の周りを回ったとすると1秒間で7回り半もすることになるの。7回り半？それじゃ雷がピカッと光ったのが目に見えるまでの時間なんて考えなくてもいいほど短いんだ。そう。だから昔の人が光速は無限大だと考えても無理はないってこと。今でもそう考えておかしくないんじゃない？そうだね。とんでもない。この宇宙時代にそんな大昔と同じ考え方は通用しないわよ。それどういうこと？さっき1秒間で地球を7回り半と言ったけど、言い方を変えれば一回りするのに7分の1秒近くもかかってしまうってこと。ああ、そうだね。太陽の光が地球に届くまでには約8分かかってるのよ。君たちが今見ている太陽は、たとえ望遠鏡を使ったとしても今から8分前の太陽の姿なの。それじゃあもっと広い宇宙に目を向けてみましょうか。無人探査機ボイジャーは地球からの指令で写真を撮ったり様々な観測をしたわね。その指令は電波を使って送られたんだけど、実は電波も光の仲間で、その速度は秒速30万km。でも地球から出された電波が土星近くにいるボイジャーへ届くまでには1時間半もかかってしまうし、指令通りに動いたかどうかはさらに1時間半経たないと地球では確認できないの。太陽系から最も近い恒星アルファケンタウリまでの距離は約4光年。これは光の速度で4年かかるっていうことよ。同じように銀河系の端から端までは10万光年、アンドロメダ大星雲までは200万光年、そして現在観測されている最も遠い天体クエーサーはなんと80億光年も先にあるのよ。ふーん、光の速さって意外に呪いじゃない？そうかもね。そうじゃないのよ。逆に宇宙の方が広すぎるぐらい広いってこと。あ、そうか。どう？早いけど限りある光の速度、これで実感できたでしょ？うん。あ、待てよ。それじゃ光より速く進むこともできるってことかな。そうね。速さに限りがあるとすると追いかけていけば追い越せそうな気もするわね。うん。ところがそれは絶対にできないの。え、ダメなの？そう。光の速さには限りがあるけど、その速さが宇宙で最も速い速度、つまり限界速度になってるの。へえ、不思議。光の速さにはまだまだ不思議なことがあるわ。例えばボールを投げる場合、走っている車から投げたボールの方が速いわね。うん。ところが光の場合は変わらないの。
光源が動いていても止まっていても常に秒速30万 km で進むのよ。つまりどんな光も速度は一定で変わることがないということ。光の速さはただ速いだけじゃなくて何か大事な速度じゃないかって気がしてきた。そうなの。広い宇宙を考える上で光の速度は最も基本的な定数とされてるの。定数？例えば天文学では何々光年といって光の速さで距離を表しているし、現代物理学の基礎ともいえる相対性理論の公式の中でも光の速度は一定の数値として扱われているの。相対性理論ってあのアインシュタイン博士のかい？そうよ。アインシュタインの相対性理論によると私たちの身の回りで常識では考えられない不思議な出来事が起きているの。例えば同時に見えるものが見る場所が違うと同時でなくなったり、時間が長くなったり、物が縮まって見えたり。本当？私そんなの信じられない。本当よ。ただしそれは高速に近いようなものすごいスピードで動いた時に目立ってくるの。私たちの身の回りにはそんな速いスピードで動いているものはないから、実際に起こっても全く目立たないのよ。ねえミム、なんとかしてその不思議な世界を見ることはできないかな。簡単よ。頭の中で考えればいいんだから。考えるの？そういうのを思考実験って言うんだけど、相対性理論の世界はアインシュタインが思考実験を行った結果導き出された世界と言えるのよ。それじゃこれから思考実験の世界へ案内するわ。面白そう。ねえ、なんだか普通の風景と大して変わらないみたいだね。見かけはね。でもここは光の速度がうんと遅いから自転車でも高速に近づけるのよ。あ、誰か来た。え？あ？いや君たち、わしと一緒にサイクリングせんかい。ええー、私嫌よ。自転車に乗るとあんな風に潰れちゃうんでしょ。あ、あれ？わしは別に潰れづらい。止まったら普通に見える。変ね。早く動くと動く方向にだけ縮んで見えるのよ。潰れとったのは君たちの方だよ。もっとも今は普通に見えるがね。え、縮んで見えるのは動くものでしょ。僕たち少しも動かなかったよ。それは大輔君たちから見ての話ね。自転車に乗っているおじいさんから見れば私たちが動いていることになるのよ。さて出発する前に時計を合わせておこう。3時じゃな。僕のは合ってます。よし、わしのも3時に合わせて。お兄ちゃん、私たちは縮まないみたいね。うん、さっきはぺちゃんこになってたおじいさんも普通のままだ。僕たち動いてるのにね。同じスピードで動いていれば私たち同士は動いていないのと同じでしょ。だから縮んで見えないの。その代わりほれ、周りを見てごらん。私たちにとって動いているのは周りの風景ってことになるの。逆に街角に立っている人から見れば私たちが動いていてぺちゃんこに潰れて見えるはずよ。相対性理論の相対性っていうのはこんな風に見方によって変わってしまうっていうことなの。おい、そんなに急がんでくれ。よいしょよいしょ。若いもんは体力が違うの。だってまだ 2,3 分しか走ってないよ。ほら。おや、そうかい。わしは10分ぐらい走っとったがの。あ、お兄ちゃん、あれ見て。え？どうなってんだ。3時に時計を合わせたばっかりじゃないか。あの時計が進んでるのよ。おじいさんのもきっとそうだわ。どの時計も合っとるよ。それぞれ違う速度で動いたから進み具合が違うだけさ。おじいさんは大輔君よりゆっくり走ったから時計の遅れ方が少なかったわけ。じゃあ今度は高速は30万 km としてそれに近いスピードで飛べるロケットに乗った場合よ。本当に待ってる方がいいの？大
だって、どうせまたわけのわからない目に遭うんでしょ。私怖いもん。本当にいいのね。私行かない。そして12時間後、そろそろお腹が空いてきたな。あら、しまった。弁当忘れてきたわ。そしてさらに12時間後。おい、さやか、忘れ物しちゃった。あれ、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、なんでひかひまいひまひかよ。一体あれから、誰だろう、あの人。待てよ、僕たちは光に近いスピードで24時間飛んだんだ。地球ではたっぷり70年は経っとるじゃろ。70年。お兄ちゃん、お兄ちゃん、ささやか、お兄ちゃん、浦島効果の思考実験なんだから。浦島効果って、ああ、ひょっとしてお兄ちゃん、ああなること知ってたんでしょう。ああ、いや、知らなかったよ。嘘、知ってたんだわ。知ってて私置いてったのね。知らないってば。ね、ねえ、ミーム。え、いや、あの、あ、ミームも、ああ、光の速さで逃げろ。カラー、お兄ちゃんだ。ミームもよくもやめられんよ。による手術、光って大活躍してるのよ。この次は光第4回、その利用。私たちの暮らしの上で光がどのように工夫され利用されているか探るお話よ。さあ、この次も私と一緒にミームの世界へ。